ダメですよ。お一人様一個ですよ。ダメです。一人分しかないのですから、足りなくなってしまいます。仕方ないですね。リニアの分をあげますよ。はい。食べましょう。おお、タカヒロ、来てたのか。たまにああやってジョーちゃん食べ物を持ってくるんだよ。なんか庭の一部で野菜を栽培しているらしいんだな。ジョーちゃんはここでは人気者だよ。普通のメイドさんはこんなむさい場所に立ち入らないだろう。壁とか床とか機械油だらけだろ。せっかくの服が汚れちまうしな。まあなんていうかな、優しい子だな。飾らないというか、整備の連中には天使様みたいな存在として親しまれてるぞ、ジョーちゃんは。そうそう、ここのアイドルだよ、リニーちゃんはね。うん、整備の親父さんと将棋を指していたんだよ。カズサのジョーちゃんも大層な人気者だぞ。ここじゃ二分する勢いだ。だいたいリニアジョーちゃんもカズサジョーちゃんもこの屋敷のメイドの中でも指折りの美人だからな。聞いただな。今指折りだよ、指折りの美人。ジョーちゃんたちが来てからここも華やかになったよ。そうそう、華やかなのは大事だよ。花がなきゃ人生寂しいしね。大丈夫ですか？皆さんに行き渡りましたか？それでは皆さんお仕事お疲れ様でした。あ、タカヒロさん。あ、すみません、もうトマトがないのですが。なんか用事があったんじゃねえのか。
帰りになるのならリニアもご一緒してもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。いつもということはありませんが、皆さんのお仕事が終わった後はだいたい。あ、すみません。これからまだ窓ガラスの拭き掃除をしなければならないのですよ。仕事が遅くて申し訳ありません。それは大丈夫ですよ。リニアはまだまだ元気ですから。これからお仕事頑張らせていただきますよ。はい。それでは、タカヒロさん失礼いたします。こんばんは。お仕事終わりましたか？大変ですね。すみません。リニア仕事が遅いのでまだ終わっていないのです。どうもグズなんで。いつもこんな時間になってしまうのです。すみません。仕事が追いつかないので、せめて時間でカバーできないものかと。いいえ、そんなことありませんよ。頑張れば結構手作業でも終わるものなのですよ。これがリニアのお仕事ですから、一生懸命にやらせてもらわなければいけませんよね。それでは、タカヒロさんおやすみなさい。もうすぐリニアもお仕事終わりますので。はい、どうなされましたか？そうですか。違いますよ。あれは腕の関節じゃないですか。関係ありませんよ。なんか今日はずっと雑巾がけしていたら手が冷えたみたいで、握力が少し弱くなってしまって。
雑巾持った手なんか汚いですし。雑巾かけてますから、ほら、ミニアって出来損ないだから、体温調節機能がしょぼいんですよ。はい、それがお仕事なので毎日やらせていただいています。定期的にちゃんとメンテナンスしていただいていますよ。だから大丈夫ですよ。人だって冷たい雑巾をずっと触っていたら握力がなくなるじゃないですか。それと一緒で冷たい水をずっと触っていたから手が冷えてしまっただけですよ。大丈夫ですよ。リニアはアンドロイドなんですから。リニアは機械なのですから、そんなご心配されなくても。はい、申し訳ありません。はい。でもありがとうございます。リニアなんかを心配してくださって。はい。でもそんなこと高弘さんにしていただくなんて。リニア、はい、ありがとうございます。すみません、こんな場所まで。はい、すみません。何を。いいえ、そんな不服だなんて。でも、ならもう結果は分かったわけですし、その…そんな、それでは高弘さんの手が冷えてしまいます。
リニアは大丈夫ですから。かなり良くなりました。いい感じに仕上がりました。大丈夫です。リニアがポンコツでおっちょこちょいなのはいつものことじゃないですか。誰かと思ったら旦那か。こんな夜中に何やってんの？私はおトイレ。それじゃあ。